はい、こんにちは、こかめです。今回はペンテルのオレンジネロの外側からわかる凄さを紹介します。まあ、知ってる方、持っている方いると思いますが、やっていきます。今回の動画は全て詳しく紹介しません。まずはノック部分、同じペンテルから出ているグラス線やスマッシュ、このように比べてみるとノックボタンが小さいです。オレンジネロは圧倒的にノックする回数が少ないので、このように小さく作られています。そしてクリップは鉄で、軸と同じマットブラックなんですが、壊れにくくしっかり挟めるようになっています。お前も言いましたが、スマッシュのクリップと似ています。まあ、グラフ線もちょっと細いですが似てます。で、後ろの軸と前軸もそうなんですが、十二角形となってます。なんか光沢が強調される感じがありますね。美しいです。あとはグリップもね、十二角形になっているので持ちやすさがあります。で、この後ろの軸、結構金属っぽい感じがあると思うんですが、樹脂、ABS 樹脂でできているみたいです。この音で結構わかりますね。軽い音がします。 で、このロゴが書かれている部分もちょっと特徴的で、こう切り取って、削ぎ取ったような感じでちょっとへこんでます。デザイン的にもね、いいなと思うんですが、擦れにくくて消えにくくなってます。で、この凹凸はデザイン的にいいんですが、よく見るとつなぎ目がないです。まあ、これはスマッシュの口金とグリップがつながっているように、ぶれないようになっています。続いてはグリップ、オレンジシリーズ特有の横に筋が入っているローレットで、太い区切りがあると思うんですが、だんだんペン先に行くにつれて狭くなっていってます。十二角形ということもあったりで、滑りにくく持ちやすく安定感があります。長時間の筆記は結構手が痛くなります。一方方向だから、こう力が分散されないからっていうのと、十二角形のこう角があるので痛くなりやすいのかなって思いました。グリップの部分は樹脂、まあ、ナイロン樹脂っていうのと金属の粉でできているみたいです。金属が含まれているからか、低樹脂となってます。違和感のない満足した感じの持ちやすさですね。で、まあ、疲れにくくて安定感もあって書きやすいですね。重さは 18g とパイロットのステンティと同じで、まあ、ちょっとやや重めですね。で、あとグリップの長さも結構長くなっていますね。このように持った時に親指にここのローレットの部分があるので、ここも滑りにくくなっている点もいいかなと思いました。トンボのウルノスイフトとかゼブラのデルガードタイプ GR みたいな感じですかね。あとね、ペン先なんですが、スマッシュはこう口金とグリップがつながっているってさっき言ったんですが、ここの部分はつながっていないとなってます。で、この口金はスリムなシュッとしたペン先で視認性がいいです。製図用のこうペン先みたいですね。スマッシュとかグラフ線もそうですが、シュッとしてますね。書いてるところが見やすいです。ペン先がどれも似ていて、この先の部分に3つのラインが入っていたり、くびれているっていうところが特徴的です。そしてスマッシュやグラスのフォープロのようにガイルパイプも長くなってます。定規にやってやすかったり、線が引きやすくて細かい文字も書きやすくなってます。で、使い終わったら機上などに押し当ててしまうことができます。ちょっと強くやる必要があるんですが、お礼の心配がないですね。あとは製図用によくある細軸となっていて、まあ、操作性がいいっていうのがあります。小回りが効くっていうのかな、動かしやすいっていう感じがあります。デザイン的にもシャープでかっこいいっていうこともあって、こういう細軸となっているみたいです。この内面の特徴を前話したことがあると思うんですが、折れずにずっと描き続けられるっていうポイント、そういうのが詰まっているのにもかかわらずこんな細軸っていうのがすごいですね。ちょっとあまり関係ないかもしれませんが、ペンテルのスマッシュとグラス線フォープロのようにマットブラックになっていたり、同じくペンテルのメカニカというシャーペンと P205 っていう、まあ、ちょっと廃盤のものになるんですけど、その2つは十二角形の軸となってます。マットブラックと十二角形を持っているこのオレンジネロは、まあ、それだけこだわりの詰まったものとなっています。この豪華な高級感ではなく、高性能なツールということを表現するためにもマットブラックになっているみたいです。まあ、高級感はありますが、上品な光沢で落ち着きがあります。見た目以外のことも話しましたが、このように外見だけでもたくさんの特徴がありました。では最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。では。